よいしょ。じゃあやっていきましょう。パート3でございます。今ちょっとね、進めちゃったんだけど、ここになんかボゴ族がいて、ボゴ族が焼いてた肉を奪い取りました。極悪非道。そしてね、なんか今ドクロと謎のボゴ族の集落的な、お、なんかいなくない？あっちになんかいたくない？みたいな。よ、お前を倒しに来たぜ。ヘイヘイ。あー、やめろやめろやめろ。あー、なんだこいつら。うわ、なんか強、凶ボゴリンいるじゃん。凶ボゴリン、凶ボゴリン。え、旅人の矢が壊れそう。嘘だろ。ボゴリン、ボゴリンのね、そう、さっき棍棒ももらったんですよ。やめろやめろ。いえ、いって、いってえぞこれ。ちょっと待って。回復アイテム違う。回復アイテムは素材、素材を食えないのか。これ料理、さっき獣肉、あ、回復できるんだこれで。食べます、美味しい食べ物食べます。危ない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 、いって、やられる。ボゴロウが、棍棒が、あ、くそ、トゲボゴ。盾を素早く、これはまずいぞ。ボゴスの、これは一回撤退した方がいいのでは。キースの羽、キースの羽を手に入れた。危ない、やめろ。これをもっと持って、危ない、やめろ。あー、集落にて死亡。くそ、マジか。リトライしましょう。あの集落に突っ込んでいったのがまず間違いだったな。あのピルボーンのやつをとりあえず遠くから矢で射るべきだったんだな。しくじったな。冒険の心得、料理や薬をうまく活用するのが重要だと。あれ、これ意外となんかもう何、戦、え、戦しろってこと。あ、違うな。弓矢、やめろやめろやめろ。プオーするのやめろ、プオーするのやめろ。ぶねえ、あぶねえ、いてえ、いてえこいつ、いてえよ。やめろ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 、いてえ、こいつ強すぎる。トゲトゲが強すぎるよ。なんなんだこいつマジで。ちくしょう、ここ一回この集落から逃げよう。ここはまだ来るべきところではないんだ、きっと。きっと裏ボス的な、あいつあんなトゲトゲ倒せるわけがないもん。てか武器になんか、これあれなんだね、ずっと武器使えるわけじゃないんだね。これ復活させるところが極悪非常でしょ。だってほら、だって戦だ戦だってなるじゃん。そりゃやばいよ。ちょっと待って、おお、追われてる？大丈夫？やめろやめろ、びっくりしてんのやめろ。え、こっち来る？来ないで、お願い。あぶねえ。あ、武器がもう、ああそうか、斧があったのか。ボココン、ボココン持っとこう。いやー、なるほどな。爆弾を駆使する技を覚えよう。ちょっと爆弾どうや、あー、チーチーじゃない、チーチーじゃない、チーチーじゃない、バカ、やめろ。危ない危ない。で、これを持って投げる。うー、重てんと違いますね。あ、これ持ってくか、これ持ってこう、これ持ってってあそこで殺そうやつらを。あ、また来てんじゃん。あ、ちょっと待って、これ、あー、今ブオーオーのやつをやったので、あとはこれ爆弾を撃てば、爆弾を撃ちたい。ダメだ、爆弾が当たんね。あ、弾がねえんだ、やべえ。見つかったか、やばい。許して許してください。気づいてますか、僕のこと。見てますね、僕のこと。あー、木の矢があった、矢があったのに、くそ、畜生、やめてください、許してください。
僕は悪い人間ではない。僕は悪い人間ではない。やめてください。いてーい。よし、木の矢があるから木の矢であそこを爆破する。爆破してやるからな。全員二人とも吹っ飛ばしてやる。うわ、爆発しねえのかよ。かあ、爆発しないタイプなんですね。ちくしょう。これはもうここは穏便に。あ、そんななんかできるの？あ、これで裏からこう入り込むみたいな。いや、自由度高いね。うわ、もう外出てんじゃん、あいつ。なんかいるなみたいな。鍵取りやがったな、俺のこと。鍵取ったけどバカだあいつら。これどうやって、お、これ上から、あそこになんかあるな。気づいてますね。どうするか。とりあえず装備を、木こりの斧でもう倒すしかないな。よし、矢は手に入れた。危ねえ。あとは木こりの斧。斧強え。斧奪い取れ。よし、トゲボコ。縦を素早く切り替える。斧よいしょ、オッケー。斧強え。斧でやるぞ。斧オッケー。こいつでも HP 全然減ってねえ。斧よし。斧あー、はまってるよ。いいよ、オッケーオッケー。敵を攻撃させて。違う、いって、やめろ、やめてください。敵に血のりがある。ちょっと待って、血のりがあるぞ。肉、あ、食べられない。食べる、あ、ふう、ちょっとだけ回復。あ、でもまあいいだろう。あ、料理が欲しいな。料理ができる女性とって。あ、もう敵の前で飯を食いまくる。斧で、あ、木こりの斧が壊れそう。嘘だろ、あぶねえ。トゲボコがあるぞ。お前突手だったら、お前さすがに突手だったら無理だろ。トゲボコ、お前自分の武器で死ぬ気分はどうだ。それしか見入りないの？木こりの斧を犠牲にしてそれしか得られないの？お前よく先輩が戦ってるところで。あ、なんだ、光った。ディルディルディル、よかった、やった、やっと倒せたぜ。ここ倒せねえなって思って今心折れかけてたわ。これは炎の矢。すげえ。矢を素早く切り替える。なるほど。素早く切り替える術が必要なんだな。今なんか、消防士みたいな折り方したぞ。でもこれでここの集落は滅ぼしたぞ。木こりの斧という大きな仲間を失って手に入れた。これで、ねえ、あんまり見入りなかった感が、むしろ、マイナス収支みたいな感じがあるけれど。まあいいか。いやー、強かったわ。あいつがいっぱい出てきたらもう終わりだな。これ強くなるのかな、さすがに自分も。なるよな、そりゃ。HP、とりあえずハートを増やしたよね。ハートのかけら的なものを増やせばいいんだろう、きっと。あー、ドクロが出てきたよ。ちょ。これトゲコンボ。こいつ強いか。あ、全然減らねえ。ボコ弓奪った。ボコゴリブリンの骨。あ、そんな風な感じなの？すげえな。で、これを持って、
投げる。よっしゃよっしゃ。あ、首だけ取っちまえばいいんだあいつは。そういう類のやつね。あれ、もう一匹なかったっけ。まあいいか。光の塔があって、多分こっちらへんなんですよね。あった、あった、ほこら。待っていたよ。なんだこいつか。あ、カエルくんじゃん。カエルくん、待って、カエルくん。あ、いなくなった。くそ、カエルくんってこれ、ま、食うの、もしかして。カエルくん待て、カエルくん、おー来た、ゴーゴーカエル。水目を、その肉は俊敏性と物資、移動速度を上げる薬になる。え、なにこれ、直で食うの。うん、いい薬だみたいな感じでパクって食うってこと。あ、食べらんねえわさすがに。よかった。いやー、オープンワールド感が強いですね。しかし棒の、あのトゲの斧を手に入れたことによってデメリットの方が大きいという。お、なんか光ってる。ルーラ使えるようになる。ルムラン装かもしれない。ホタルくんか。あ、ホタルくんだ。特に何もねえし。あ、また集落があるぞ。あ、でもキノコがある。いいキノコだきっとこれ。頑張りだけ。料理に使うと頑張りが回復する効果。へえ。これなんだ。家だな。やだな。この家を。家の中には何がいるんだ。なんか、あ、これ人じゃない。なんかすげえ怪しすぎるでしょこれ。リンゴだ。あ、老人の日記のようだ。あ、これさっきの老人。人は近づかん、この大事はわしの唯一の手は料理だ。今日はついに究極の料理が完成。ピリ辛3、ピリ辛3回焼きだ。この料理すごいでは体力がちゃう。もちろん寒い池のポカポカ、雪山があるのか。肝心のレシピを書き留めるの忘れてる。無能すぎるだろこいつ。獣肉とポカポカそうの、あ、待って、斧がある。他に飲むぞ。わしをもっと読む。人を近づ、防寒着を進呈やろう。願いと読み返す。あ、なるほど。寒いところに行くときは これを取っていけってことね。ポカポカ、ポカポカする。よよ、木こりのろ。悩まず強奪するクズ。ポカポカの実。寝てる。起こす。あ、起こしちゃうの。ごめんごめん。なんじゃ、せっかく寝てたというのに。何してるの。寝てるに拾ってるじゃろうが。表で焚き火に当たるがいい。あ、何それで時間潰せんのかな。もう全部パクるやんこいつ。あ、なんかいっぱいある。鍋の蓋。あ、ここでなんか松明。あ、松明ももらうの。いろいろあるね。アイテムがすごい。いいね。時間を経過させることができます。ああ、そういうこと。じゃあ朝まで。ああ、あったけえな。待って、ベッドも与えられないで、こいつは火に当たるだけで日を過ごそうとしてるってこと。かわいそうがすぎるでしょ。朝や。バサバサバサ。ビビるわ、やめてくれ。おお、畑のフォーク。ああ、 パワーいっぱいだね。力持ちじゃない。お、頑張りだけだ。武器のポーチがいっぱいって言われたけど、もう武器とみなせないものがいっぱいあるんだけどね。とりあえずこれを持って適当に振り回していこう。投げちゃえばいいのか。あ、でもなんかいろいろ落ちてる。あー、鳥さん、鳥さん、これ鳥さん撃って落とせばよかったんじゃないか。でもな、弓矢はな、貴重な物資だからな。待って、あそこだ。あそこにあるけど。あ、キコリ、朝から働きよやん。どうしたんキコリ。あ、キコリからキコリ。ほっはじゃねえが。はかどっておるかの。何してるの。木をか、薪にでもしようかと思って。じゃが思いっきり方向にはなかなか方向がない。きちんと体を向けて腰を入れんかな。わしの斧を持ってるではないか。ああ、ああ、なるほど。少し休むとしよう。完全にパクっただけだからね。パクったことについては何一つ言わないから、優しい人なんだな。やめんか。ビビってるじゃん。めっちゃビビってんじゃん。やめてよ。よいしょ。よいしょ。はい。え、楽勝やんけ。あ、武器ポチいっぱいじゃん。あ、なにこれで。あ、でも向こう岸に行きたいんだけど。これどっかで繋がってないのかな。民族たちがいっぱいいるが、でも青いやばいやつは、あ、いないわ。あ、自由区じゃない。
これじゃあーなんてことを、斧が、俺の大事な斧が、お、やった、クリティカルヒットしたぞ。これで部族を呼ぶクソどもはいない。で、木こりの斧で奴らを全員全滅させよう。あそこにも宝がある。あ、武器を取りに行く。はいはい、あ、いってー、ごめんなさい、許してください。はい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 、多分これ無限にあそこの木こりのとこ行ったらこの木こりの斧は手に入るパターンなんだろうな、きっと。部族を滅ぼすぞ。ほらほら、やめろ、やめて、行って。うわ、そんな技できんの。いて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 、よいしょ。あ、火がついてる。危ないよそんなことしたら。何してんの、ボココンボ、火のつくボココンボをやめろ。行って、何してんだお前この野郎、死んじゃう、危ない。お、やった、チンチン。何これ、全滅すると光るっていうこのセキュリティもおかしいでしょ。そのセキュリティもおかしいでしょ。ちょ、武器ポーチをいっぱいだから、武器でこの枝を捨てる、枝を捨てる、枝を捨てる。これは骨3から5か、5と2か、うーん、3から12、まあまあポココンの方がいいだろう。ポココンとこれ肉もらえるんだしょ。やった、焼き獣肉。さあ一体何が手に入るのか。テレレレって、なんで変調なんだろうねこれ。もっとなんか明るい、投擲槍、投げて槍を潰すことができる。へえ、槍だってさ、あそこになんかあるぞ、木の枝がいっぱい捨ててある。ウケる、俺なんだけどね捨てたの。お、ボコボコ、角、キノコがあって、ここはなんだ、蜂の巣があるけど、これ絶対、これまずい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 、ドンドンじゃない、お前この状況、爆弾や、あああああ、また次回。